おはようございます。おはようございます。森岡君、はい、高知競輪久しぶりじゃない？地元久しぶりって、まあ、今季3回目なんで。3回目、はい、うん、今季は結構応援に走ってます。で、高知競輪の成績はどうね？前回は決勝3着だったんで、うん、まあまあでした、うん。それからこれ見たら福井、はい、福井で決勝2着、はい、ね、はい。で、調子は悪くないね。いいと思います、はい、うん。それからね、ちょっと見たら色は真っ黒になっちゃうんだよ、はい。えらい合宿 の、 訓練とか練習でもね、はい、力を蓄えてきたね。はい、乗り込みで頑張ってきました。乗り込んできた、はい、うん。それは高知競輪も見せて。そうですね、はい、うん。な、高知競輪もやる気満々じゃない？やる気満々です、うん。まあ、もともとは森岡君がやる気満々の人やけどね、まあ、それがまたそういう合宿訓練とかいうことでやってきて、まだまだやる気になっちゃうと。気持ちがやる気になっちゃう。足はついてきるかね？足も調子がいいと思うんで大丈夫です。あ、そう、はい。じゃあ今度 の、 この3日間の競輪もよね、はい、自分もよ、はい、どこへ向いて最終に追いちょうのね。やっぱり優勝をちょっと狙ってます。うん、優勝狙うちゅう、はい、優勝宣言乗ることではなしに優勝狙うちゅう、はい、気持ちいいね。それから気持ちで走ってほしい、はい、うん。ちょっとね、高知県もね、やっぱり低迷しゅうみたいなけどね、ここら辺で一発勝つを入れるように森岡君が頑張ってや、はい、うん。ね、それから、うんと森岡君が悪いことするときがあるけどね、それをちょっと控えて高知競輪でよというところを見せつけて、はい、自力で勝負、ね、自力というのはなしにね、自分のね、自力では成功ということになるかもわからないけど、成功じゃなしにその追い込みやろうけどよ、自分の足で勝っていけるように、はい、この3日間も本当頑張ってほしい、はい、ね、はい、頼むで、頑張ります。はい、どうもありがとう、はい、よろしくお願いします。